ミヒエル・フランソワ・ドンドラ・バードン、または、ミヒエル・フランソワ・ディ・アンドレ・バードン。1700年5月22日、エクス・アン・プロバンス生まれ、1783年4月13日、パリで死去。フランスの画家、著述家。ミシェル・フランソワ・ダンバルは、エクス・アン・プロバンスにおいて、報復貴族の家系に生まれた。彼の父、オノレ・ダンドレは、エクス・アン・プロバンスの元第三領事であり、 検察官だった。彼は、貴族である、ルイバルドンの唯一の娘、マルグリット・ド・バルドンと結婚し、5人の子供を設け、3人の女子、2人の男子を成した。ミシェル・フランソワは、エクス・アン・プロバンスで法律を学び、その後パリに行き、王立絵が彫刻アカデミーの講義を受けた。1720年にマルセイユとその地域で蔓延した、ペストのために、予想以上に、 パリに留まることを余儀なくされた。彼はジャンバティスト・バンローの下で美術教育を受けた。バンローは1712年にエクス・アン・プロバンスに滞在した際にアンドレ・バルの家族と知り合いになっていた。これはバンローがミシェル・フランソワの父オノレ・ダンドレの肖像画を描いていることからわかる。1723年、彼はジャン・フランソワ・ド・トロワのアトリエで学び始める。 その後、1765年に、彼は、シジャン・バティスト・バンドーの伝記を書いた。彼は、ローマのフランスアカデミーに席を占めるために、コンクールに応募した。1724年の回では、成功を収めることはなかった。だが、その翌年、1725年には、ルイ・ミシェル・バンドーに次ぐ、第二位を得て、賞を獲得した。アントンコー。 ルイ・アントワールド・パルデランド・ゴンドランの介入により、ローマのフランスアカデミーに派遣された。その条件として、両親が旅行費を世話することが要求された。1726年6月26日、ローマのアカデミーとフランス委員長、ニコラス・ブジューゲルは、ダンバルを受け入れた。この画家は、黄金応領者を告訴するアウグストィスを主題とする作品を描いた。 同じキャンバスの両面に描かれた、この作品は、エクス・アン・プロバンスに送られ、画家の期間のかなり前に、会計裁判所の監査室の部屋で、表裏両面が見えるように描けられた。1731年の初めに、ダンバルはフランスに戻るために、ローマを去らなければならず、ベネツヤアにさらに6ヶ月滞在した。1732年3月と10月に、ミシェル・フランソワの両親は死ぬ。 遺言により、母方の名である、バルドンと、母方の紋章を継承する条件で、遺産継承者となる。これにより、作品には、ドンドラ・バードンとサインすることになる。彼は、両親の埋葬地である、エクス・アンプロバンスの古代マドレーヌ教会の聖マルコの祭壇を飾るために、福音伝道者の聖マルコを表す絵を描いた。この教会は、革命の間に破壊され、絵は、 新しいマドレーヌ教会に置かれた。1734年にパリに向け出発、エクス・アン・プロバンスを去り、王立会が彫刻アカデミーに入学する準備を開始した。ジャン・シメオン・シャルダン、ニコラド・オラルジリエール、アレクサンドル・フランソワ・デポルト・シャルル・ガスパール・ギオームド、バンティ・ミー・ユ・デュリュックといった当時の偉大な画家たちの間に座を占めた。パリの大司教は、かつて、 エクスアンプロバンスの大司教でもあった。この人物は、教会に対する最初の注文を発した。1735年7月6日、王立絵画アカデミーは、数人の役員を選出した。この選出の機会に、ダンバルは助教授に任命された。残念ながら彼は、ルイ15世が、ベルサイユで手配した、小さなアパートの装飾の注文を一切受けなかった。 彼の唯一の注文は、教会の装飾のためのバンティミル数奇教の遊戯による、ものであった。彼の家族の遺産を管理していた友人の、ジャンルイダルノーが病を得たことに伴い、ダンバルは1741年に、パリを離れ、エクス・アンプロバンスに定住することを余儀なくされた。1742年にランベスクのノートルダムドラ、ソンプション教会の装飾に取り組み、 1743年に友人のジャン・イコール・バプティスト・ボワイ・エフォンス・コロンブのために数点の絵画を制作した。この個人像にあった作品はグラネ美術館が購入した。1744年に物語画の連作を制作した。これはエクス・アンプロバンス大学の集会室の装飾のために描かれたものだった。同様に進学。 博士へのイエスの説教を主題とした一連の宗教画も制作した。ダンバルの名声は故郷からマルセイユまで鳴り響いた。これにより1750年11月25日、マルセイユアカデミーの前身であるマルセイユ文芸協会会員に選ばれた。入会に際し、美術と文芸の融合に関する講演を行い、その中で絵画彫刻アカデミーの創設を提案した。 ルイ15世の手紙特許により、1780年2月18日、マルセイユの絵画彫刻アカデミーの影響力は、建築の上にも及ぶことになった。1752年、ダンバルはパリに呼ばれ、王立アカデミーの教授に任命された。知られている最後の仕事は、個人コレクションにある、ソクラテスの詩である。1755年2月15日、 王立特大生学校で歴史と地理の教授の免状を受けた。1783年にパリで死亡。マルセイユアカデミーにおける彼の死後の賞賛は名誉秘書ドミニク・オーディバートにより行われた。P18P18P21P24P30P36P38P52P40P62P64P85 ハット a b p 8 2 p 7 5ハット p 8 4 p 7 8 p 9 1 p 8 9 p 8 8ありがとうございます。